おはようございます。おはよう。俺さ、ちょっと病んでます。どうもお疲れ様です。まず配信時間遅れてないことを褒めてほしい。ありがとう。みんなの笑顔のために配信やってるんでね、そこら辺ね、頑張ってるなと思った方はナイスお願いします。おはようございます。おはよう。で、病んでる理由としては、今日また税務署から連絡がね、2件入ってました。はい。実は金曜日の税務署からね、金支払い連絡が来てて、それ出れなかったんだよ。で、土日に入ったんだよね。だから多分その税金を支払い連絡が来ているという状態です。やばい状態にいます、今。まあこの放送が終わった後に連絡して話すと思うんですけど、多分差し押さえの連絡が来るんじゃないかなと思ってます。はい。もういっぱいいっぱいっていうか、もうなんて言うんだろう、多分差し押さえの連絡なんじゃないかなと思ってる。とりあえず連絡して話聞いて、でその後どうなるか、まあ、また放送でね報告します。はい。いや、もうね、写真押さえだと思う。そのまあ今年の分の税金とかで、その1年間で支払う今までの税金の支払いの部分が重なっちゃって、今俺パンクしてるんだよ。ケツに火がついちゃってるんだよね。だから支払いしてくださいって。阿部ぐっきーさん、ありがとう。はーい。レッキーさん、卓なら寿司、お寿司、あ、それで、まあ1年間の支払いと、あと今年分の税金の支払いを多分一挙に迫られている状態で、それを支払わないと、まあ、差し押さえですって前ね話したと思うんだよ。で、その差し押さえの部分に関して多分今連絡が来てるわけだね。うん。で、もう差し押さえですよっていう多分連絡が来てるんだと思ってる俺は。はい。もう言われてるから、一応話してどうするか、まあ、話し合う状態になると思うんだけれど、はい、どうしようかな、人生終わったなと思ってる今だから。本当はこれを本タイトルにしたかったんだけど、うん、もう積んでるね。しかも税務署一つじゃないんだよ、二つ来てるからね、別の部署から。だからもう一気に攻められてるって感じ、わかる？バーって出てる感じだね。こういう時ね、同じ経験した人いると思うんだけど、どうすればいいの、リスナーさん、どう対処すればいい？とりあえず税務署の方に連絡すればいいの？無視は絶対ダメだよね。虫は。放置しちゃダメだね。ちゃんと電話して話した方がいいよね。自己破産できない。寿司、お寿司の、あ、それ寿司。赤飯炊くなら寿司、お寿司。
ああ、もうなんで俺こんな人生なんだろう。もうほんと最悪や。もうしんどいわ。いや、あのね、1年間の支払いはあと3ヶ月で終了するとこだったんだよ。で、今年の分の税金の支払いが重なっちゃって、それがもう払えないっていうね、パンク状態っていう。だからこういうダブルが来ちゃってるから、もう一番もうしんどい思いしてる。うん、そういうことでね、まあちょっと気分落ち込んでるんですけど、まあ、リスナーさんはね、俺の人生なんてどうでもいいし、自分の人生が大変だと思うわけよ。だから、それを抜きで、今日も炎上ニュースやっていくんで、よろしくお願いします。はい。とりあえず、放送が終わったら役所に連絡して、洗いざらいね、話したいと思います。ね、じゃあ行きます。おはようございます！ふわっちニュースキャスターのほまわりです。この放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です。昨日何があったのかな、昨日何が起きたの、それらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメはやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。これは、みんなで作っていく放送枠なので。ではやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速一つ目のニュースからと言いたいところですが、ふわっち社会的ニュースです。え？社会的ニュースって何？今驚いた方いらっしゃいますね。社会的ニュースとは、社会に影響を与えたニュースを私がピックアップし、それを紹介していくコーナーでございます。はい、なのでふわっち社会的ニュースです。よろしくお願いします。じゃあまず一つ目の社会的ニュースは、ピンクニュース3連発です。ピンクとは性的な、犯罪行為の、まあ、ニュースをね、紹介していくコーナーでございます。こんなひどいことがあったんだよと皆さんとね、それを見てね、教訓として生きていこうよっていうね、紹介です。でまず早速一つ目のピンクニュースは、こんな事件があったそうです。これはひどいね。本当にどういう神経でこんなことをするんだろう。二人っきりの際、教え子の女子中学生にわいせつの疑い、73歳のコーチを逮捕。なんでこんなことしちゃうんだろうね。教え子に手を出したと。スポーツクラブの教え子にわいせつ行為をしたとして、福岡県警、なんていうの、柏署は3日、高知の男73歳を不同意性交の疑いで逮捕し、発表した。容疑を概ね認めているということらしいです。レイプってこと？
署によると逮捕容疑は7月29日午前8時半ごろ、県内のスポーツ施設で女子中学生にわいせつな行為をしたというもの。この日はクラブの行事があり、男と早めに到着した女子中学生が二人っきりになった際の犯行だったという。73歳のじじいが女子中学生に手を出した。多分だけれど、予想だけれど同意だったんじゃない？だって73歳のじじいがね、さすがに体ヨボヨボじゃん、女子中学生抵抗できると思うんだよね。違うかな？だから年齢が低すぎたんじゃない？14とか13とかで手出したんじゃない？中1中2ぐらいの。それで強姦みたいな、まあだからユイガーさんみたいな感じだね。違うかな？合意とかないんかな？まあとりあえずね、あのさ、おいじじい聞けよ、この73歳のじじい、いくらね自分がね育てたね可愛い教え子であっても、性的な目でさ犯しちゃいけないだろうお前な。人生残りわずかだからね、犯してやろうなんて思ったのか？お前死刑だよお前ね。もうその女の子は一生ね、あの怖い思いしてトラウマをね植え付けられて生きていくんだから、恥を知れよ。まあ死刑はないと思うけど、刑務所で一生過ごせよお前、このジジイが。そうだろ？なんで教え子に手を出せるんだろうね。ひどい男だよ。ましてや同意じゃなくてね、無理やりとかありえないよね。親御さんも自分の娘とかさね、息子をさ安心して預けれないよね、こういう施設系は。だから気をつけてください。未成年が同意しても強姦な自陣ネタ扱うのはそれくらい知っとけ、中卒。さっきイケペイさん話聞いてたバカ。未成年をね、同意なしで犯したら強姦になるっていう話したよね俺。同意があっても強姦になるって話したよね俺。さっきそういう話したんだよ。話途中から入ってきて割り込んでこないでくれる？話聞いてないなら。さっきそういう話したんだけど、同意でね、14歳、13歳に手出しちゃったんじゃないの？ユイガさんみたいなんじゃないのって言ったんだけど、お前。あ、イケピー。お前、何途中から来て、知ったかしてんだよ、お前。おい！さっきそういう話したんだよ、お前。途中から入ってきて、何も聞いてないのに喋るなよ、お前。自分にイケピーとかつけちゃってよ、ヤマピーの憧れか？え？クソジジイが。二度と喋りかけてくんなよ、この野郎。本当に、池田。じゃあ、次のニュースいきます。はい。次が、こんなニュースがあったそうです。なんて野郎だ。大型商業施設で女性の下着をスマートフォンで撮影しようとした男を逮捕。香川、ね、宇多津町です。なんでこんなことできるの？女の子のパンツを取ろうとしてね、捕まったそうです。ひどいね、これもまた。女性の、スマートフォンで撮影しようとした男を逮捕と。だから下からスカートを取ろうとしたんだろうね。だから女性の方、本当に肩身が狭いね。自由がないというか、どこら辺から、かしこからね、監視カメラ設置されて、ね、撮られてるかもしれないから、怖いね、女性は。
時計型カメラとかペン型カメラね、コンセント型カメラなんてね、たくさんあるわけよ。だから普通に日常生活してて気づかないわけよ。着替えてたりとかおトイレしててもね、それをね撮られて、まあ売られたりとか、まあ、自分の己の欲求のために出したりとかされてるわけで、女性は気持ち悪いよね、わかる。だから俺は女性がより、ね、過ごしやすい世界をね、なってほしいなと思ってます。俺はね、まあ、とりあえずなんか近くに不審者がいたら気をつけてください。そいつはあなたを狙っているかもしれないんで、はい、こういうのはまだまだあると思うよ。これはね、氷山の一角だよ、わかる。バレてないね、やつとかあると思う、シンプルに。だコンビニのトイレにコンセントカメラ設置されたら分かんないよね、はっきり言うけど。俺たまに調べるもん、トイレ入ってた時ね、コンビニトイレ共同用トイレなんだよね、多いじゃんそういうの。だからコンセント刺さってないから調べるもんね、うん、大丈夫かなって。本当に仕掛けたりはしないでしょ、そんなことは。いや、どういうことかっていうと USB 型になってるんだよ、ある。ネジ外してパカってやったら USB になってて、それをね、パソコンに差し込めば動画になるっていうって聞いたことがあるね、うん、だからみんなも気をつけてね。いや俺はそんなん、もう本当にもうなんかね、ツイッターの動画とかがよく流れるんだよ。なんか分からんけど、なんか俺のツイッターおかしいんだよ、タイムラインが。めちゃくちゃエロいの流れてくるの。これなんなの一体。しかも本垢の方なんだけど。俺見てないんだよ、そんなの。めっちゃ流れてくる。同じ人いない？ウイルスかな？なんとか選手権とか、なんか、女の子は、これが好きなんだっていうのを押すとリプライの方でめっちゃエロ動画が流れてくる。あれは何なの一体。エロ漫画も流れてくるね。ちょっと怖いよねこれ、普通に。じゃあ次のニュースいきます。はい、次のニュースはラストピンクニュースです、ね、こんな事件があったそうです。いや怖いねこれも。あ、ごめん、ピンクじゃないわ。すいません。嘘つきました。富士山で東京の男性死亡、山梨県側の7合目で亡くなったそうです。また死亡事故があったと。もう富士山やめていい？もう知りすぎてるわ、人が。60歳のおじちゃん、おっさんが亡くなったそうです。4日午前9時55分頃、山梨県の吉田市の、富士山7合目で、東京都品川区、中園の会社員、橋敦史さん60歳が倒れているのを会社の同僚が見つけた。その後、搬送先の病院で死亡が確認されたと。富士吉田省によると、橋さんらは下山中だった、病死と見られているということらしいです。橋純一さんですね。だからちょっと怖いよね。まあ今のところ亡くなってる人は60以上なんだけれど、でも病気とかそういうなんか疾患がある方はね、登るともしかするとそれがね、まあね、山登りって高気圧じゃん。だからそれが悪化したりとかする可能性もあるよね、それが原因で。だからそこら辺も加味すると、俺が登ると、俺なのでポテトチップス持って富士山登ると膨れ上がるんだよ。で
パンパンになるんだよね。で俺ってさ体でかいじゃん、さらに膨れ上がるんじゃないかなって心配があるよね。でパンクして穴が開いたりとか、そこら辺がちょっと怖いです俺。高気圧でね上がってってでパーンってね破裂するかもしれない。リスナーさん、富士山登らなきゃいけないですか？絶対に登らなきゃいけないです。もう死んじゃうよマジで。ゼラワンも富士山登ってる時に胸が痛いって言ってたらしいよ。ゼラワンでさえ胸が痛いんだよ。怖いよね。ってことですね、はい。まあ、富士山は登ります、約束なんで。ただ応援してくれよ せめてね。じゃあだからナイスお願いします。それぐらいしてほしいね、お願いします。じゃあ社会的ニュース最後ですね。芸能ニュースです、エンタメ。はい、こんなね、まあ、事件というか、事故というか、まあ、こういったとんでもないね、ニュースが飛び込んできました。これはびっくりしましたね。まさかあの有名な芸能人が、悪口を言うなんて。それがこれです。ネットをあんま見ない人たちだったら分からないと思うんだけど、ちょっと名前が出てないわ。これはびっくりしたね俺、こんなに性格悪いんだと思って。フワちゃんですね、やす子さんっていうお笑い芸人がいるんだけど、やす子オリンピック生きてるだけで偉いのでみんな優勝ですというね、前向きなポジティブなツイートがあったんですよ。それに対してフワちゃんが、お前は偉くないので死んでください、予選敗退ですと言った内容をリプライで返したと。でこれがポストを削除されているんですけど、多くの人に見られてスクショ取られて、それが現在拡散されているという状態です。フワちゃん、なんでこんなこと言ったの、腹黒いよこれ。でなんかね、フワちゃんは本垢で書いてるんだけど、裏垢があるんじゃないかっていう説が唱えられている。なぜなら本垢でこうやってね、ラスコを書くわけないじゃんっていう感じだから、だから裏垢でラスコに対して書こうとしたら本垢の方で書いてしまったんじゃないかという、まあ、説がありますね。これに関しては不確かです。裏垢と本垢を間違ったんじゃないかなと。だから裏垢の方ではもっとえげつないことを書いてんじゃないかということですね。で本人も認めているらしく、ツイッターの方で謝罪文を、ね、出しています。本当にすみませんと、今ここで皆さんに報告することではないのですが、言っちゃいけないことを言って傷つけてしまいました、ご本人に直接謝りますとツイートしてます、はい。フワちゃん、なんでこんなこと書いたの。ね、フワちゃん性格悪いよはっきり言うけど、俺フワちゃん好きだったんだよね、まっすぐでポジティブで、でその自分のことをさね、純粋にさ、なんか見れてて、それで他人の悪口もあまり言わないからすごく好感を持っていたのに、実はボロクソ性格悪かったんだね。俺はショックです、ファンだったのに。ファンやめよっかなこれ。そう、やす子さんってテレビの女性部門でランキング2位なんだよ。だからフワちゃんがそのランキング外なんだよね、20位のとこから。だから
嫉妬してるっていうような噂も流れてるね。安子は、まあ正直、あんま見てないんだけど、まあでも、なんか人気だよね。うん。どう思いますか、リスナーさん。だからこれも配信者もあるからね。だから俺の枠でさ、たぬき何号とかいるじゃん。配信者いるんじゃないの？これ配信者。で、配信者いるんじゃないの？これ。悪口書いてる悪い子ちゃん。怒らないから出てきてよ。ね、今、配信者で悪口ね、書いてるやついるんだったら、悪い子ちゃんいるんだな。出てきて。許すから。何も怒んないよ。出てきて。ほら、悪い子ちゃん。またまた隠れちゃって。出ておいでよ。悪い子ちゃんいるんでしょ？俺の悪口。ああ、やっぱり出れないか。逆にパルは、配信で悪口か。開示請求されても自信がある。俺雑談だるきで人の悪口書いたことないよ。でも配信者で雑談たぬきに書き込んでるやつは結構いるからね。で、たぬきで書き込んでるやつもいるし、うん。で、なんで俺は書き込まないかっていうと、みんな関連ブロックオンにしてるでしょ？だから、俺が書き込んだら関連ブロックで見れなくなるんだよ。ある。だから、書かないようにしてる。思っていても書かないようにしてるね。ブロックされたら本枠で見れなくなるから、その時に会った時に、ちょっと放送俺のやつ開いてって言われた時に、ああ、ブロックされてるわってさ、なった時さ、気まずいじゃん。ね。だから、絶対書き込んだりしたりしない。雑談たぬきの方でも書いてない。だから俺は悪口とか言わないし、書き込んだこともないね。てか彼女の前でさえも悪口言ったことない。配信者の。そう。それはなぜか、ねえ、嫉妬をしないからだよ。ねえ。わかる？自分のことがいっぱいいっぱいだから他人のことなんて比べられない。それのね、そのレベルまで来てます。言ってたよね。昔はね、余裕があった時は、今はもう余裕がないから、無理ですね。はい。デブはノートに書きます？悪口？そんなことないよ。ってことですね。はい！ってことで、ふわっち、社会的ニュースでした。じゃあ次、本筋入ります。皆さんお待たせしました。ふわっち、大炎上。ニュースです！よろしくお願いします！で、皆さんよかったら、ナイスボタンで、ね、押してってください。ナイスが僕にとっての祝福。ね。僕にとっての幸せです。お願いします。いいですか？じゃあ、行きます。ふわっち、大炎上、ニュースです。よろしくお願いします！一つ目のニュースは、なんとですね、あ、これはびっくりしました。はい。今日から8月5日、ニコ生が解禁されます。ニコ生さん、おめでとう！ニコ生の公式の見ると、ね、約2時間後に、ね、始まるそうですね。
ニコニコが再開するまで3時間25分と書いてます。はい。で、俺が見た時はもう11時ぐらいだったんだよ。だから約だよ。3時頃、昼の3時頃に解除されるんじゃないかと思われます。こんな感じで。はい。で、ニコ生ね、これ解放されたら、人が戻ってくるかどうかっていうのが俺は楽しみだね。要チェックや。けど、前のアカウント使えるのかな？なんかパスワードを再登録したら使えるらしいよ。そういう通達があったと。で、戻らないの？あれ？パスワードを再登録したらなんか使えるって書いてなかったっけ？ちょっと見てみるか。そうだったっけ？あ、ダメだ。使えないっぽいね、なんか。うん。いや、でもパスワード再設定のお願いって書いてるけど、ってことは使えるんじゃないの？使えないのか、これ。あ、やっぱ使えるわ。なんかね、ニコ生するまで、まずログイン時にパスワード変更と2段階承認設定にしてから、ストリームキーのリセットの確認、打ち直しだねと。PC からののみの配信、視聴という感じ。アプリ更新が後日になったので、今日はうまくできるかわからん。まあほらね。あ、PC だけってことこれ。で、コミュニティ廃止で、パスワードの再設定、2段階承認、ストリームキーの再発行など、いろいろ面倒いなと書いてるね、いっぱい。ってことは、PC だけがアカウントを取り戻せることができるってこと？あ、アプリは再登録ってこと？めんどくさいね、これ。PC だけどとか、誰が見るんだ？配信も視聴も PC だけか。アプリは見れないってこと？うん。iPhone15 日か？てかさ、もうニコ生さん、ね、まず記者会見やろうよ。ね。やったっけ、記者会見。なんか公式のなんかやつでね、栗田重隆さんと百花繚乱さんでやってたけど、あれが記者会見だったらちょっともう言えないですけど。戻ってこないよ、多分視聴者。もうがっつりツイキャスが掴んでるよ。だから、視聴者層とかも、もう、過疎になんで、だからまあ、これを機に、ニコ生潰れるんじゃないかな。誠意もないしさ、ね。そんな会社に、誰がね、ついていくのって話だから。でも、ツイキャスは加工できない。自分たちは被害者の立場で通してる。あ、そうなんだ。まあ、確かに被害者だからね。さらにかそるね。もともとかそってたの？ニコ生って。二重認証になったら職人いなくなる？でも、これを機に、ニコ生のことが再注目されるから、また登録してみようかなっていう人いるかもしれないね。パスワードとか、だから、最近の若者ってバカ多いんだよ。バカが。だから、設定とか、そういうのをね、ちゃんとやって、セキュリティも強くしたなら、もう一回登録してみるかっていう人もいるかもね。だからもしかしたらまた人気、博すかもね。悪口じゃん？悪口というか、まあ、ニコ生のプレミアム会員の俺からすると、ムカつくんだよ。ね。ちゃんとしてくれてるのって話だから。ツイキャスで登山したらお茶幕投げる？ありがとう。ツイキャスもやるね、じゃあ。俺、プレミアム会員だよ。お金払ってる月額。携帯から引かれて。で、
俺メールは見ないから来てるのがわからないんだけど、ただ勝手にね1ヶ月間更新されてるとかしてるからね、ムカついてるよ。だから770円になったら、なったからやめた。で、YouTube のプレミアム入ってるよ。うん。YouTube とニコ生のプレミアム会員だね。だからサブスク入ってる。はい。まだ言ってんの ?249 号。古いんだよ。ニコ生が被害者に保証して、保証した分をロシアでハッカーに請求すればいい?できるわけないじゃん。ネットフリックスは佐藤さちゃんのやつ、それ使ってみてる。月額料金高いな。俺なんか村もこのサブスクだけやのに。村もこちゃんのサブスクはいくらなの？ちなみに、いくらぐらいするの？プレイヤーか返金されるやろ。わかんない、返金されるか。まあそういうことです。まあ、ニコ生ね、とりあえず昼の3時頃に復活なんでね、皆さん、ね、とご期待で。じゃあ次のニュースいきます。はーい。鼻詰まってるっていうか、これ多分蓄膿症だと思うんだよね。鼻水クーってやってるんだけど白い液体が出るんだよ。で、鼻水じゃないんだよね。なんか何なんだろうねこれで。唾吐くとネバネバしてるんだよね。すごい糸引くというか、スパイダーマンっていうか、蜘蛛の糸みたいぐらいに糸引くんだよ。多分、蓄膿症だと思う。スパイダーマンみたいなね。うん。蓄膿症はウニだよ。で、鼻水というか、なんか鼻が詰まってる感じだね。だから息しづらい、めちゃくちゃ。じゃあ次のニュースいきます。次が、ストーカー被害ですね。ツイキャスの配信で天使のイオちゃんっていう女性の方がストーカーされたそうです。怖いねこれは。だから迷惑系配信方にストーカーされたと、ハイホーさんのツイッターにてね、書かれてました。これはひどいよ。これ緊急速報、天使のイオストーカー迷惑配信者に襲われ配信中断と。で、動画になってるんですけど、で、女の子がね、こんな可愛い女の子がストーカーされたそうです。後ろにいる男がストーカーしてた人らしいよ。はい。で、途中で配信が切れちゃったと。で、大丈夫かってことで視聴、リスナーさんがね、騒いでいたんですけど、天使のようさんが、今は無事です、大丈夫ですというふうにツイートしてて、無事でした。動画流さないの？動画流す？いや、これは怖いね、本当に。これ見ます、動画。すごい怖がってたよ。まあ、動画、まあ一回、でもツイキャスの動画って流さない方がいいんだよね。寒いじゃん、だってこのままさ、帰ったら。え？ちょっと星？ちょっと流すのやめとくわ、危ないから。襲われたかっていうと、襲われてきたって感じだね。だから女性の配信者は気をつけなきゃいけないね。まあ女性の配信者に限らず、女性の方はもしかするとね、あなたの後ろに変態さんがね、あなたを狙ってついてきてるかもしれません。なのでね、夜道とかは極力一人で歩かないように、特に一人になるような場所で歩かないように気をつけてください。いや、わかるよ。天使のイオちゃんっていうね、この可愛らしい女性をストーカーしたいのはね、わかるけど、ストレートに行かなきゃね、好きだとかさ、愛してるとか、
まず告白から、付き合ってもないのに後ろからついていくなんて女性からしたら怖いよ、ね、何されるのかわからないじゃん。野田さんもって聞いて、野田さんもって聞いたよ。パルちゃんも気をつけてね。で、これは女性だけじゃないんですよ。男性の方もストーカーされるんですよ。ね。小町くんとか、ナーボーさんとかね、ストーカー被害であるわけですよ。人気配信者がね、されるのがね、傾向とあります。ゼロワンとかね。田崎は、そんな傾向ありません。LINE がしつこいぐらい、海宝さんから。それぐらいであって、特にストーカーはないですね。いや、ツナちゃんね、ゼロワンは。海宝ね。だから気をつけないといけないね、本当に。配信しないから、パルが一番狙いやすい。あ、でも、ストーカー被害じゃないけれど、パチンコ店から出てきている俺をスクショ、写真を撮ったり、パチンコ打っている俺を動画で撮ったりとかしてるやつはいる。これ、香川さんとかじゃなくて、ガチのやつね。リスナーさんが勝手に盗撮してたりとか。だからパチンコ系が多いね。ゴッドね、まだ撤廃されていないゴッドの時に、地下なんだけどさ、そのマルハンの、西口の方のマルハンの地下でゴッド打ってたら、後ろから写真撮られて、ね、掲示板に貼り付けられたりとか。あとは、最近はツイッターだね、パチンコから出てくる俺を写真撮られて貼り付けられたりとか。そういうのが多いね。だからそういうちょっと盗撮まがいのことは多いかな。うん。あとパチンコ打ってて足をね貧乏ゆすりしてる動画撮られたりとか、そういうのもツイッターに上げられたりとか、もうそういうのが多い。だやめてくださいね、もうそういうのは。許可取ってから投稿してください、お願いします。はい。で、海宝さんはまあ最近なんか連絡来るね。なんか連絡来るというか動画が送られてくる。私動画やってますよって、見に来てねって来る。うん。睨まれそう？いや、俺の隣に打っているパチンコの方はめっちゃ嫌だと思うよ。まず貧乏ゆすりがすごいんだよ。ガタガタ言ってて。で、俺普通になんか、まあ AT とか入らずにさ、終わると、ざけんなよって言うもん、普通に。まあこんな大きな声じゃないけど、ざけんなよ！大パンを押し止めるために声出して言ってるから。できんだよ。いや、それぐらい言う、俺は。ムカつくから。はぁ？っていうか言うよ、普通に。ざけんなよ、味で。って、まあ、そういう打ち方してます。はい。だからまあ嫌だと思うよ、俺の隣に打ってるやつは。大変打たないけど、ボタンは、ね、これボタンがあると、これボタンね。ってやってる、これ。いや、これ手じゃなくて、この親指で、パッパッパッってやってるよ。ええー。大パンじゃないけど。まあ、最近パチンコ行ってないんですけどね。はい。じゃあ、次のニュースいきます。次が、金梅さんが、ね、なんと、歯が抜けたそうです。いよいよかな。大丈夫、金ちゃん。前歯が抜けたそうですね。これやばいんじゃないの、これ。死ぬ前の前兆じゃないことを祈りたい。筋肉の衰えで歯が抜けてってるんじゃないかっていうふうに言われてます。これ大丈夫なの？歯が抜けるっていうのは。前兆、いや、その言葉は適当なんだけど、でも歯は抜けてるんだよ。でも、死ぬ前ってなんか歯が抜けたり髪の毛抜けたりするって聞くじゃん。だからちょっと怖いよね。腐った前歯の、は、嘘の塊？栄養が足りてないから抜けたり筋肉の衰えがあったりするんじゃないの、ね、
で俺も若いんだけどスキッパなんだよね。だから筋肉の衰えが来たら俺結構歯抜けるんじゃないかなと思ってる。で奥歯も抜いてるからさ、ちょっと怖いよね。今日一応歯医者行く予定らしいけれど、まあ、とりあえずね、あの養分の名言があるんですけど、前歯がないやつは信用ならねえって言ってました。はい。でもこれは仕方ないと思うんでね、まあ、皆さん歯は大事にしてください。じゃあ次のニュースいきます。はい。あ、歯がないやつか。次がゆうのくんですね。はい。ゆうのくんがなんと大阪にインしたんですが、自分が止めた車が行方不明になって花屋が出勤だそうです。なんかゆうのくんが自分来たのかな、止めた車の場所がわからなくなって、昨日ゆうのくんの車の大捜索が始まったそうですね。で結局最後ね、俺寝ちゃったんで見つかったのかな、ちょっとわかんない。ここは見つかりました？あ、見つかったの？だからね、なんとか寺の寺でリスナーさんが見つけたっていうとこまで見たんだよ。で、そのまま寝落ちしちゃったんだよね。で、何がやばかったかっていうと、あの、ゆうのくんがストーカーされてるとか、なんか盗聴されてるとか、ちょっと、頭がおかしいことを言ってたんだよね。で、そこで、あの、話題になりましたね。糖質じゃないけれど。そう。ゆうのくんね。昔からじゃないよ。なんか悪化してたというか。なんだっけな。盗聴の話もしてたね。なんかこう、アルミがあって、その、花屋が、アルミなんでこうあるのって言ったら、盗聴対策みたいなこと言ってなかった？おー。だから、ゆうのくん、なんかストーカー被害で会ってるっぽいね。なんかアルミホイルがあったんじゃなかった？確か。で、それで盗聴対策みたいな。俺もそう思った。金梅さんに捨てられたから、ゆうのくん、ちょっと頭おかしくなったんじゃないかなと思ってるよ。大丈夫かな、ゆうのくん。まあ、ちょっと昨日夜遅くまで放送してたからさ、出てると思うから電話はしないけれど。俺ね、ゆうのくん好きなんだよ。うん。で、ゆうのくんが好きなんだけれど、金梅さん絶縁されてから、ゆうのくんの見る影もないんだよね。俺は見てるんだけど、たまにね。だから、もっと昔みたいにゆうのくんに戻ってほしいなと思うね。花屋で仕事してる。なんか、昼の1時か2時ぐらいに、なんか、ね、11時だっけ？忘れちゃったけど、客が入ってるってことで、一旦ね、離脱したんだよね。ゆうのくんの X を見ろ。ちょっと見るね。もうどうしようかな。どうにもならないよね。あれ、ゆうのんびり出ないな、これ。あれ、ゆうのんびりだよね。出てこないな、ゆうのんびりで。ゆうの猫になってる今。これ出るかな。これかな。違うよね、これじゃないよね。どこにいるの、ゆうのんびりくん。ゆうの猫で出てこないよ。ゆうの48だった？いや、出てこないけど。嘘ばっかじゃん、これ。意外にしろよ。嘘ばっかじゃん。
あ、優秀なリスナーさんがアイディアを送ってきてくれてる。こういうのだよ、優秀なリスナーっていうのは。あ、これね、ん？ RAMAI で1111。そしたら、いや、ゆうのくん出てこないこれ。どこにいるのこれ、ゆうのくん。あった、これか。これが、あ、ほんとだ！なるほどね。やっぱり、ほん、いや、なんかね、誰かに見られている気がするのでカメラにシールを貼りました。もっと見られている気がします。ピンクの犬とブルーの猫が見えます。ブルーの猫はにやりと笑ってベロを出しています。一応証拠画像を貼っておきますとね、書いてる。ちょっと意味不明な投稿してるんだけど、とりあえずネタついでいいのかな、これ本当に言ってんのか、本気じゃ、ネタで言ってんのか分かんないよね、これ。どっちなんだ、これ。どういうことなの？分かんない。これ、どういうことなんだろうね。あ、なんかこんなんも書いてる。最近、携帯電話の調子悪い。遠隔操作アプリとか怖いね。さらに調べたら、公安調査庁の PR 動画がアニメ広角機動隊みたいに、びっくりしたと、ね、書いてる。大丈夫かな、ゆうのくん。やっぱ連絡するは寝てるかもしんないけど、LINE 来たなんて。出てくれるかな。あの、こういう話するから花屋もびっくりしてたよ、だから、うん、って花屋も一応ね、それはないだろうって言ってたけど、いやでもガチでね、なんか説明してたから、花屋もドン引きしてたよ。寝てるかな今ね。だから大阪に引っ越すってことでいいのかな、大阪来たのは。寝てるのかな。寝てるわ。いや、なんかツイート見たら引っ越しの話してたね。引っ越しの部分じゃない、ゆうのくん。いい引っ越し先見つけたかも、大阪って書いてるもん、3日前に。引っ越しなんじゃない。ってことですね。はい。でカズーさんって方になんかしね、訴えられそうになっていて、ゆうのくん病んでるみたいなね、話もあるけれど。謝罪文もね、ツイッターの方で貼って、だからカズーさんをユイガさんの真犯人だっつってね、あの、それを調べて追跡してたんだよ。ね。だけど全然違ったじゃん。だからカズーさんがもうそれにブチ切れてるって感じだよね。そう。その時もちょっとおかしかったんだけど、だからユイガさんの話してる時もちょっと、なんかね、自分なりのストーリーがあったっていうか、そこら辺でちょっと歯車が狂ってたのかなと思ってる。ってことですね。おかしくなって演技なら、あれは。ならいいんだけれど。まあ、心配です。はい。花屋に電話しろ？いや、花屋だって、花屋もったいなくない？
ゆうのくんの、ね、近況報告聞くために。花屋はもっと説明するときとか、わかんないときに電話したいよ。ね、ゆうのくんの話のために電話したくないんだけど。花屋に。ゆうのくん頭おかしくなってたのって。なってたよって。どんな話してたの？いや、なんかアルミホイルをさ、とか、そういう話を聞くために電話したくないんだけど。なんかトラブルの時に花屋に電話したいんだけど、普通に。ね。ただ悪口じゃんだって、それ。花屋と俺の、ゆうのくん。ゆうのくんもかわいそうだし。ね。花屋も仕事中でしょ？だから、花屋の無駄遣いしたくないから電話しません。はい。いいですか？うん。じゃあ次のニュースいきます。はい。まあ次のニュースが、あ、でもなんか花屋、家臣くんの話題してたよね、確かに。してた、してた、なんか。次は天然ストレートさんが家臣くんに特定。はい。っていうことですね。なんか天然ストレートさんが家臣くんが住んでる家を特定したそうです。で、昨日閲覧がね1500人ぐらいいたかな。まあそれだけなんですけれど、はい、どこ、いや、どことは言ってないよね。ただ間違いなくこの家だって言ってたから、多分その家なんだろうね。で、家臣くんの家っていうのは問題になっていて、友達が、家が、友達がいて、その友達がその家に住んでるらしいんだって、はい。まあ、住んでるっていうか寝に来ているだけらしいんだけど、でもその寝に来ている友達がその生活保護の受給をしている時にお金の、その家賃代を半分支払ってたみたいな、だから全額支払ってたみたいな話があってね。で、また貸しだっていうことで話題になってるんだよ。だからそれを受けて多分天然さんが調査しに行ったって感じかな。で、今回ね、まあこのまま話すんですけれど、本タイトルいきたいと思います。とある配信者の嘘が発覚。なんと、あの配信者の嘘でした。はい。その人の名前はなんと、なんだー、ナイスイですか。はい。700ナイスでね、やるんでお願いします。とある配信者の嘘が発覚。なんと、あの配信者が嘘だったそうです。ああ、言いたい。ああ、言わせていただきたい。まさかあの人が嘘つくなんて思いもしませんでした。なので言わせてください。700ナイスお願いします。はよ言えよ。ナイスボタンを700押してくれたら言います。いいですか。ポチポチっと700。今ランキングないんだな、ナイスの。でも全期間で3位入ってるんだけど、すごくない？なので、700ナイスお願いします。かませ、かませ、かませ、かませ！なんで4000人もいるのにナイス押されないんですか？興味がないんだろ、俺に。だから押したくもないし、ね。で、押せって言ったら押したくないんだよ、興味がない人たちからすると。だから、かたくなに押さないんだよね。でも、ナイス押してほしいんだよ。頼むわ。それか水増しか閲覧がね。そう。でもさ、俺、リスナーさんとは仲良くやってるつもりだと思うんだよな。だって、4年ぐらい炎上ニュースやってて、閲覧さ、1000から2000、2000から3000、3000から4000になったわけよ。ね？この4年間で。その4年間ずっとついてきてくれたリスナーさんもいると思うんだよね。それなのに、ナイス押さないんだよ。やばくない？完全に人じゃないよね。ここまで4年間一緒に築き上げた絆があるのに。
それでも堅くなに押さないんだよ。人じゃねえよな。だから押してほしいよ。お願いだよ。まゆからナイス？ありがとう、まゆちゃん。なんで？どういうこと？なんでまゆちゃんからナイスなの？マジいい女だわ。まゆちゃん好きだわ。ね。まゆちゃんって本当にビューティフル。綺麗だしね。おっぱいもでかいし。日の打ちどころがないよね。グラマーだしさ。で、トークもうまいし。配信者としても完璧で、見た目も完璧って、もう本当にミス・マユ、ミスター・マユ、本当にマユちゃんのこと好きだよ、俺。だからナイス押してってください、お願いします。いいですか？お願いします、マユちゃんのナイス、ありがとう。でも、本当にマユちゃんは、可愛い。ね、でその絶妙に配信者のだからより好きだよね。見てて見てられるもん、まゆちゃんの放送は。2時間は見れるね、まゆちゃんの放送で。それでまゆちゃんの声を聞きながら寝れるもんね。いや、まゆちゃんは本当に可愛くなったと思う。整形してね、整形する前も可愛かったけど、整形してからより若々しくなったしね。大成功だよ。で、また整形するらしいんだけど、俺もう整形するとこないんじゃないかなと思うんだけどね。どっかあんのかな、整形するとこ。いや、なんかまゆちゃんがナイス誘導してくれたらしいよ。本当なの、それは。嘘っぽく聞こえる？で、佐藤さちゃんが怒ってるから、ね。怒ってないわ。何が？いや、ごめんごめん。いや、なんかこっち見たから、睨みつけてるのかなと思って。肩痛い。肩痛いの？コロナだから、佐藤さん、もちろん佐藤さちゃんの方が可愛いよ。ねえ。でも、まゆちゃんも可愛いよ。ねえ、ほんと、まゆちゃんは、ふわっちで、ね。1位、2位争うね。綺麗な人だと思ってる、配信してる？あ、来てる？まゆちゃんが、来るよーい。29人。歌もうまいしね、おっぱいもでかいし、スタイルもいいし、顔もいいし、性格もいいし、配信もうまいしね。なんで配信やってるのかわかんないぐらいもったいないわね。あとはまゆちゃんのその男癖、そこだけを直せばもう完璧だね。男癖というか、男の見極める力というか、なんていうか、そこをねやればね完璧なんだけれど。ゼロワンをね、と別れてなかったらね、ゼロワン夫人だったんだよ。もったいないよね。あ、でもうさこちゃんだからこそね、ゼロワンは TikTok 頑張れたかもしれないし、まゆちゃんだったらふわっち頑張ったかもしれないし、そこによるか、ちょっとわかんないけど、男っていうのは女の影響があるからね、頑張ろうとかね。うわ、700ナイス、ありがとう。じゃあ行きます、とある配信者の嘘が発覚。その人の名前をなんと、なんだー、この方です。カシンくんですね。はい。昨日本タイトルでカシンくんが生活保護の受給者、元受給者だったというね、本タイトルやったんですけど、実は現在も
生活保護を受けているそうです。はい。それが、昨日自ら告白したということですね。りんちゃんが現在も生活保護を受けているんですって言ってたんだよ。で、かしんくんが生活保護は7月の下旬ぐらいに打ち切った、まあ、停止しているというふうに語っていたわけです。はい。でも実際問題、昨日まゆちゃんと中村くんたちといるときに生活保護の受給を受けているってことが判明して、嘘だったということが判明しました。はい。なので、まだ現在も不正受給してるんじゃないかっていうようにね、噂として囁かれてます。取ってつけて嘘だったということですね。嘘つきってことですよ。じゃあね、ちょっとりんちゃん嘘をついていなかったってことですね。なので、今から、ちょっと、カシンくんに連絡してみます。ケンジに。出るかな？運転中ではないんだよ。逃げた？逃げてる？電話してるって。カフェ？じゃあダメだって、カシ。逃げちゃダメ。ちょ、パルちゃん。パルちゃんから電話来てるってよ。中村くんありがとう。配信から話すんだけど、だけどとりあえずパルちゃんとパルちゃん電話してって。パルちゃん電話だって。大好き。ないよパルちゃんなかなか電話できるなんて。ね。だからもうそういう話したくないんだよ、カシン君は。パルちゃんは別にね、何も起こらないって。どうしても生活保護の話はしたくないんだよ。あ、中村くんがコラボ来てる。パルちゃん？あ、中村くん？いや、はい。中村くん、ごめんね、なんか説得してくれて。見てた、さっきも。頑張って説得してた。で、今なんか逃げてるって聞いたけど、カシンくん。もう話すことないですね、パルパルさん。いや、そんなパルちゃん敵になるわけじゃない。お疲れ様です。もう一回さ、パルパルさんもそのマユさんの話聞いたりさ、リンちゃんの話聞いたり、どっちなんすか、一体。いや、僕は昨日カシン君に嘘つかれたことにショック受けてるんですよ。生活保護の受給をしてないって言っていたのに、していたってことを昨日告白したらしいじゃないですか。これ本当ですか？多分映像に残ってると思うんでね。うん、なんとも言えないですね。嘘をついたってことです？嘘かわからないです。嘘かもしれないです。はい。なんで嘘ついたんですか、じゃあ。もう虚言が大好きだから。どういうことですか、虚言が大好き。嘘をつきまくるっていうのは、まあ、やましいから嘘ついちゃったっていうことでいいよね。まあ、そうですね。で、カシ君、なんで一人で、歩いてるの？なんかいやもうちょっと急ぎでちょっとどっかちょっともうねどっか行きます。役所に行くんでしょ今から。あ、そうだ、中村君と役所行くって聞いたよ。いや行かないです。え、なんで行くっつった
じゃん、さっきも。さっきも行くって言ったやん。なんで行かないの？よしカジン君、どうしたの？どこにいるの？あ、自分の車？カシン君、これでもあれでしょ？生ポ状態だから車乗れないんじゃないの？カシン、ダメだって。嘘だろ？カシン君。カシン？カシン。行くんじゃないこれ。逃げずに、もう普通に答えればいいじゃん。と、バルちゃんは別に敵対するつもりもないでしょ？と、あの、カシン君に対して、その敵対するつもりはないよ。中村さん、マジでこれ。何？なんであそこのタイミングで、マエさんち着いた瞬間に、多分ね、偶然がちょっともう怖くて。いや、偶然、だから台本に見えるってことで、そしたら、なんとかナイスでね、あの発表されてたらさ、はい。それでさ、ね、カシンさんですってさ、これ何なんですか、この偶然の良さか、パルパルさん。たまたまですか？ああ、面白いな。はい。パルちゃんがね、配信のセンスあるって。誰がですか？カシン。いや、カシン君面白いよ、俺、カシン君。僕なんかないですよ。ないですよ。何？閲覧なんで常に50人です。これだけ倍面させてもらって。いや、カシン君ね、またこれで人気出てると思う。中村君も分かってると思うけど、カシン君は間違いなく人気出るよ。ね、ここから盛り返すって言ったじゃん。いや、だけどね。車だけ出してますんで、もう帰りますわ。じゃ、答えてあげて、分かった。帰っていいから答えてあげて、うん、ちょっと。何をですか、パルパルさん。要するに、生活保護の解除はいつするのかなっていう。あ、もう、それはもう、お答えできません。え？で、中村くんの役所は行くのか行かないのか。いや、それは行きますけど、今は何とも言えないですね。今日は行かないってこと？今日はちょっと答えられないです。だって、あさって行くんでしょ、一緒に。いや、ちょっとそこまた日付、送るんで、中村さんに。変更点あれば。変更点あれば。はい、じゃあ、役所は何で行くの、中村くん。なんか、生活保護受給してるかどうか。うん。なんか、そういう、もろもろの確認するために、うん。行くって言ってて、で、今日、実は生活保護受給してましたって言ってて。あ、それびっくりだよね。まさかの。じゃあ、その、不正申告の分やっちゃまずいよねっていう。あ、そうか、収入申告もしてないって聞いたよ。そう、収入申告してなかったから、じゃあその分は、ちゃんと収入申告しに行きましょうね、みたいな。うん。カシン君。僕、まあ、もう終わりっすね、人生で。パルパルさん。思ってさ。終わりじゃないよ。まだいけるって。でもなんでりんちゃんは、その、パルパルさんが、なんでりんちゃんは僕の暴露を始めたんですか？正義ですか？正義。それね、お姉ちゃんのことを言われたらしい悪口をね。言ったんでしょ、お姉ちゃんの。いや、それもでも昔謝りましたよ。それがあって、で、あと大手配信者に相談したら言えって言われたらしい。誰ですか？いや、それが教えてくれないんだよ、大手配信者が。中村くんじゃないかと俺は思ってるんだけど。いや、俺はないよ。関わりたくないんだよ。違うんだ。僕じゃあ誰だろう、りんちゃんの。誰なんですか？だから、それ、カシン君に対して言えって言った人が悪いね。だから、その大手配信者が。いや、そんなに回されてる感じですか？天然さんなんじゃないかな。で、天然さんが昨日なんかカシン君に特定してたよ。あれ、合ってるの？天然さんって仲間じゃないですか。もう仲間だと思ってただけかもしれないね。いや、だって天然さんのおかげで、稼げたんですよ、先月。だから、今は敵になってるかも可能性あるよね。わかんない、誰の後ろつけます、エーコン。はい。でも気遣いで優しいね。中村くん暑いと思ってエアコンつけますかって。いや、普通にパルちゃんと電話すればいいんだよ。そしたらもう終わりだから。あまりにもタイミング過ぎたんで。タイミング過ぎたというか、
何？生産するの？中村くんも大変だね。大変だよ。え、でも昨日どうだった？楽しかった旅行。楽しかった。ね、あ、そう。そう。あの、まあ一応聞いとくけど、まゆちゃんと何かあった？夜。何もないよ。嘘だろ。やめてよ。あんなグラマーの可愛い子ちゃん。むしろ。パルパルさんはそういう女性配信者と付き合ったことないですよね、もちろん。いや、今付き合ってるよ。佐藤さちゃんね。それこそ嘘です。リスナーさん裏切りません。いや可愛い子ちゃんと付き合ってるよ。夢があるよ、配信には。いいなぁ、パルパルさんも助けてよ。いや、カシンくんは絶対伸びるよ、普通に。いや、だって僕は初めての時に何でも撮ってまでツイキャスで見てたんですよ、僕。あ、それも前も聞いた。お金忘れてる、お金ね。あ、金あるね、金。あ、ごめんなさい。あの、高速で。あ、ポケット入れてるわ。高速代って言われてこれもらった。高速代。7100円かかって高速代値200円で、これカシンくんが借りている車なんだよ。熱っ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 熱くないカシンこれ。え、めっちゃ綺麗になってる車。いや、一応ねそれ、まやちゃんちの車いいね。あれ、やけどする、やけどする。パルパルさん、これがね、生活保護の限界の車ですよ、うん、こんなね、ボロクソ、ボロ車でさ泣かないで。あのさ、中村さんの車見たってかっこよかったもん、うん、300万いや、確かに中村くんの車かっこいいけど、うん、俺は免許さえないから、逆に免許持ってるカシンがかっこいいよ、俺は。いや、そんなことないよ。これが現実だったよ、これが。え、エアコンの車じゃない。でもこれ、カシンくんの車じゃないんでしょ。これは違います。でしょ？はい。さっき自分の車かのように喋ってたからびっくりしちゃったよ。すいません。もう所有物のように車扱っちゃいけないんだよ、本来。え、これも運転本来していいの？ダメなんです。ダメなんだよ、生活保護。ダメなんです。ダメなんですよ。ダメなのよ。ダメなんです。でも運転してるんだ。そう。もう開き直ってるって感じだね、人生。そう。だからこれどうすればいいのかなと思いながら、そこまで言うんだったらちょっともういろいろ言っちゃいなよ、すべて。もうこのここまで言っちゃってるなら。あ、一応ここね、あのまやちゃんちの敷地内ね。あ、大丈夫です。大丈夫、まやちゃんに、ね、バレない。うん、あ、ここでね、あのせいじさんリアトスマッチやってるから。あ、そうなんだ。じゃあ大丈夫。この、そう、ここで。え、カシンくんね、じゃあ、はい、さっきの話は好きですね。洗いざらい聞いてもいい？うん、はい。S 君を家に泊めて家賃をもらってるっていうのは本当なの？いや、もらってないです。これはもう本当に？はい、もう確実に。はい、もらってないです。で、これはちょっと嘘なんだね、りんちゃんの。もらってないです。あの、なんか余分になんかもらってる5万6万ぐらいね、それはない。もらってないです。あの、本当か？はい、で、車は S 君の車なんだよね。あ、じゃあ S 君じゃないけど別の人の車なんだよね。でも、で、本来は許可がいるんだよね、生活保護を受けてる人は車を運転するとき。はい、その許可は無許可な状態。はい、で、お、生活保護の不正受給でいいのかな。まあそうなっちゃいますよね。何ですか、その顔。あ、これ面白くて。いや、面白くてじゃなくて、じゃあこれ、切り抜ければいいんですか、これ。いや、これは切り抜ける方法は、もう俺は今この選択が合ってると思う。開き直る。開き直る。あの、いろんな配信者が炎上するけど、これは突き抜けた後の先に、あの、成功があったから。中村君もそういう経験あるからね。炎上の先に成功してるから。そしたら中村がもう300万の車乗ってるでしょ。はい、だからそういうので、ね、やらないとね、もう突き抜けて。だから中村くんと一緒に市役所行って、役所行ってね、見てもらって、で、
配信で、で、その後ね、ちょっと、改めますって言って、ちゃんと手続きして、そこから配信をマクトにやれば、うまくいくと思うよ。じゃあ、生活保護はいくらもらってんの、月額。あれですね、家賃5万ちょいで、うん。2万1000ぐらいですね。7万1000ですね。7万1000なんだ。はい。それじゃ生活できないよね。いや、障害年金があるんで。それいくらもらえるの？月大体6万5000円ですね。障害者何級なの？2級ですね。手帳は3級ですけど、手帳、なんだっけ、障害年金は2級です。手帳は3級だけど、2級、はい、内容は2級ってこと？いや、あれですね、障害者年金が2級ってことですね。ああ、そうなんだ。はい。だから精神障害でいいの？はい。ごめんね、こんなあんまり内部な話だと思うんだけど。はい。ADHD？ いや、あれですね、適応障害ですね。あ、それか。はい。で、適応障害で、はい。で、日給で6万でもらってて、で、そっから働いちゃいけないの？いや、全然働いても全然 OK なんですよ。うん。で、はい、働いた、ふわっちの前のポイントで30万ぐらい天然さんのポイント稼いでた。はい。あれを申告してないってことでいいのかな、実は。そうですね。はい。で、今、生活の不正受給として、バンバン叩かれてるって状態だ。はい。じゃあ大丈夫だ。これはまだちっちゃくてだね。そうなんですよ。パルちゃん、ちなみにね。大丈夫。パルちゃん、ちなみにね、うん、今、全く収入申告してなくて、うん、今ね、収入申告しなきゃいけない額が、ふわっちのポイントが57万ポイント。そうだろ？で、りんちゃんの借金50万円。そうだろ？あれ、まゆちゃん3万円。そうだろ？天然さん1万円。嘘だろ？俺2000円。嘘だろ？山田、5000円。嘘だろ？ 100 万円以上ちょっと収入申告してないんだよ。お金を借りても申告しなきゃいけないの、それは。うん、しなきゃいけない、全部。で、家臣の場合は、生活保護費で、借金返しちゃいけないから、返すメドが。そうなんだ。そう。で、もし仮に中村くんね、これを申告したら、これ生活保護消滅するの？消滅しない。あ、しないんだ。じゃあ、申告すればいいじゃん、家臣くん。ただ、うん、ワンチャン捕まる。え？詐欺で。詐欺なの？なんで？収入申告してないと詐欺になるから。だからこれで逃げたらやばい。で、だから中村くんと市役所行って手続きしようぜって話？そう。で、虚偽申告しても詐欺罪になるから、今ならまだ間に合う。で、車の運転今してるじゃん。これもアウトなんでしょ？これは完全にアウト。あ、でも、返還で済むらしいよ、家臣くん。ね。そう、収入申告を、ちょっと忘れちゃってました、みたいな感じで、収入申告するんだったら、まあ何もなんない。それは騙す。じゃあ大丈夫だ。それで逃走。収入申告を全くしようとしなかったり、嘘の内容で収入申告すると詐欺。うん、それと相手を騙そうとしてるから。騙そうとしたわけじゃないんでしょ、家臣くん。全然。なんすか、その顔。それもアウト。これも、そっか、生活保護を、受けてる人は、そもそも車運転しちゃダメだし、うん、生活を受けてるお金で、そのお金を使って誰かに例えば弁償するだったりお金を返すだったりするのはダメなんだよ。ね、生活保護中に事故ったの？それ家臣くん。まあそうですね。だからちょっと逃げてたってことになるのかな。
そういうのを取り上げたらもう、この状態だともう逃げるにも逃げれないんで、うん、はい、まあ、捕まってももうしょうがないなと思ってますよ。あとなんか、リンちゃんから、今旅行してるうちに行ってたじゃん。その旅行も禁止だって言われてるって。はい。旅行も禁止って書いてある。旅行禁止。ああ、その、生活保護でですか、うん、外泊は必ずケースワーカーの人に申請しないとダメだ。あ、ケースワーカーもやっぱついてるんだ。カジン君は、ケースワーカー。え、それは？なんか反応が、わかんない、どっちか。本当ですよ。あ、ケースワーカーいるのじゃあ。あ、そうそう、なんか一回なんか言わなきゃいけないんだよね、あの旅行とか、とか外泊する場合。だからリンちゃんから言うと、なんか2年間不正してたって書いてる。それ本当？いやいやいや、あの、なんかあります証拠。あ、ちなみに家臣の家族も車乗ってる期間は不正だよ、でも、うん、車乗ってる期間は完全不正だよ。車乗ってる期間は いつから乗ってるの？4年前ですね。じゃあ4年前生活保護を受けたのはいつからなの？いや、ちょっと記憶にないですね。ちょっとあの保護証明書を取らないと分かんないです。あ、そっかそっか。うん、でも家臣くんね、まあ俺敵じゃないから言うけれど、はい、俺も今税務署から連絡来ててね、差し押さえの連絡だと思うんだよね。はい、だから追い詰められている穴としては同じだから、だから安心してほしい、うん、俺もやばい状態だから、うん、だから家臣くんだけじゃないよ。そしたらちょっと、あ、ちょっと、ああ、俺だけじゃないんで楽になるでしょ、うん、俺本当に来てるから今、本当に差し押さえになる、うん。まあちょっと、まあね、ちょっと、まあ、今月中にも何か答えを出せればいいと思います。うん、うん、あ、なんかリンちゃんからまた連絡来てるな。なんだこれ。キャサリンちゃんが知ってる期間を合わせる1年以上確定ですって書いてる。キャサリンちゃんともなんか一緒に過ごしてたのかな。ああ、昔ですね。でそれで、まあ、キャサリンの暴露もあっての今追い詰められてる状態だ。でも家臣が強い子だと思う。だってこうやって詰められている中さ、旅行しに行ってるわけでしょ。仕事は座ってるよ。適応障害じゃないかもしれない。治ったかもしれないね。じゃあ、いや、治ってないし、昨日もあの鬱状態でしたもん、もうずっと。本当に？あのパルパルさんが電話来た時とかもう本当鬱でしたよ。もう裏でなんかもう暴露だみたいな感じになってて。ああ、いやいや、まあまあ確かにね。まあ俺の暴露というか、まあレベル暴露だったけれど。でそこからその天然ストレートさんがね、僕の昔のホストの写真を暴露したりとかさ、もう暴露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 のこのなんかローテーションでも組んでるんですか？いや、だからそれだけ話題になるってことは家臣くんの注目度も上がるし、売名にもなるし、これはウィンウィンなんだよ。いいんだよ。そうなの、中村さん、うん、そうだよ、間違いない。知名度上がるじゃん。無名より中村くん無名に勝る悪名はないっていう、うん、そんなこと言ってもなって、一人で配信したらだって閲覧50ですよ。あ、それはほら家臣くんな、ほら笑った。髪の毛がこうなってるから、なんか風で揺れてるんで、これなんだと思って笑っちゃったよね。なんかちょっとユマルにも似てる。なんかあのモンちゃんにも似てるよね。これモンちゃんにも似てるなって思って家臣君覚えたから。そうっすよ、僕似てるって勝手にリスナーに言われてブロックされたんすよ。何もしてないのに意味わかんないっすよ。いや、だから、これ、家臣くんね、まあ、いろいろあると思うけれど、はい、他になんか黙ってることない？いや、もうないですよ、これ以上。なんかさっき。りんちゃんが、さっき言ってたんだけど、あ、昨日か。うん、暴露もう一個あるって言ってたよ。え？何があるんですか？だから、その、私にしたことって。これはまだ言ってないって。
だそこら辺をもう言っちゃったら、りんちゃんに言われる前にネタにされないためにさ、言っちゃいなよ。ここで言っちゃいなよ、もう。楽だよ、そっちの方が。言っちゃいなよ。もう最後の暴露。テポドン持ってるって言ってるよ。言っちゃいな、言っちゃいな、ここで。楽だよ。黙ってて言われ、それは言えないです、バルバルさん。男からは、それは。男から言えない、これは言えない。中村くんに耳打ちしてあげてよ、中村くん。やだやだ、そんなの言わない。やだやだやだ、やめてくれ。やだ、しない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 。で、それでもしないって言うけど、りんちゃんがじゃあ言ったら、それ本当なのって言われるよ。え、それ、家臣くん、ずっとそう隠して暴露をね、こう、伏せてるけれど、りんちゃんが本気出して言い出したら、それ本当になっちゃうよ、家臣くん。自分の言い訳が通用しなくなるからね。だけど、そこまで言っちゃったら、りんちゃん、本当に今後どうすんの、僕と。別に関わんなくていいでしょ、りんちゃん。あ、そこまでなんだね。でもそこまでします、うん、普通、そこまで、ここまで。もうここまでしちゃってるよ、生活保護は。いや、まあ、それはいいんですけど、でもそこまで、じゃ僕、じゃ何をすればいいんですか、僕は一体、りんちゃんに対して。多分、まゆちゃんと絡んでいるっていうのもあるんじゃない？だからそれは何か分からないけど。分かんないっす。何してるの今。あ、今、薬じゃなくてタバコ。あ、タバコね。はい。え、適応障害薬は飲むの？飲んでます。ああ、じゃあやっぱ、本当だ、これは。え、その暴露に関し、あ、ないです。家族に誠に、誠心誠意感謝していますと。あ、家臣くんには全然未練ないと。で、お姉ちゃんの悪口と、やっぱり、その大手配信者が、まあ、5台に出したことによって暴露したらしいから。そういうの、でも、誰がそのかしたんですか、言って。なんか僕のこと憎い人いるんですか、まあ、大手配信者の人が、もうやっちゃえ、やっちゃえって言ったってことだよね、バレちゃん。ふわっちの人らしいよ。で、それでさっきはその天然ストレートさんかもしれないと。一応、コメント欄ではタコシって流れたけれど。山田かもしれないよね、だってね。あー。山田。山田結構そういうの好きじゃん。でもね、俺思うんだけど、もしそれを言えって言ったやつがいたら言うと思うんだよね、配信で。山田関連は。俺ですって。なんか言いそうなんだけどね。まあ、でも、元気そうでよかった。だから、家臣くん、まあ市役所中村くんで言って、ね、ネタにしてもらってさ、そこでまたね、頑張っていこうよ。だから応援してる俺は。だから、家臣くん、敵じゃないし、詰めようと思ってないからね。普通の家臣くん、俺、放送で見て、面白いって言ってるし。でも、家臣にガチで言うけど、うん、ガチで収入申告を虚偽でしてたり、やってたら、みんな、詐欺で逮捕されてるからね。うん。それだけは、ちゃんとしなきゃダメで。本当にみんな詐欺で逮捕されても、調べればすぐ出てくるから。わかりました、ちょっと。うん、じゃあ、家臣くん、市役所はいつ行くの？とりあえず、ちょっと、まあ、今日ちょっと行ってくるんで。あ、中村くんと、いや、一人で。え？はい。一人で行くの？まあ、とりあえずまだ今日は相談で、はい。中村くんいいのそれで。もう水曜日に行くって約束してて、今。うん。あ、じゃあ、今日行って水曜日に行くって感じなんかな。うん。いいんでしょ？うん。まあ、そこまで決めてるなら。変更点があったら、また LINE します。うん。まあ、そういうストーリーができてるから、あとは見守るよ。はい。家臣くん頑張ってね。ありがとうね、家臣くん。はい、ありがとうございます。無限の彼方へ行けんのか、笑ってこらえて生活保護不正受給できんの、してます。
いや、してますって言ってたよ、さっき。うん。してますってはっきり言ってた。はい。まあでも、家臣くん、なんか憎めないよね。なんか、生活保護不正受給してますとか、なんか、まあ、りんちゃんをね、その、なんか、わいせつ行為したとかさ、いろいろ話聞くじゃん。だけど、なぜか、家臣くんを憎めないよね、なんか。わかる？やっぱ、憎めないキャラクターだよね。え、憎めるの？俺は憎めなかったけどね。七原くん ?YouTube 閲覧1万人？すごいね。憎めるの？なんで？家臣くん普通に面白いじゃん。そうなの？憎めるの？犯罪だから？そんなのだって、ねえ。そっか、憎めるのか。やっぱちょっと人と感性違うのかな、俺。ねえ。憎めないけどな、俺は。好きだけどね。ってことで、はい！家臣くんの嘘、ね、生活保護、ね、今も現在受けていて、不正受給だったということが判明しました。ありがとうございます！ありがとうみんな。はい。まあ、そういうことでね、今日のね、ふわっち炎上ニュース、終わり！じゃあ皆さんね、中村くんの